私の冒険仲間を紹介するね。みんなもきっと好きになると思うよ。俺、ジャスティン、よろしくな。俺の住んでるパームの町にはでっかい港と最新の工場があって、蒸気機関車まで走ってるんだぜ。まさに時代の最先端を行ってる町さ。でも俺の夢はこのパームを飛び出して父さんみたいな冒険者になることなんだ。町のみんなは冒険者なんて今時流行らないって言うけどそんなことないよ。誰も行ったことのない世界で最高のスリルを味わえるんだからね。実は俺さ、早く冒険したくてさっきからうずうずしてんだ。早速体験版のゲームを始めてくれよ。俺と一緒に冒険しようぜ。私はフィーナ、新大陸エレッシアに住んでるの。年は15歳なんだけど、こう見えても私冒険者なのよ。ニューパームの町にある冒険者協会に入ってるんだ。え？女の冒険者なんておかしい？あら、こう見えても協会で一番腕の立つ冒険者なのよ。他の冒険者たちが尻尾を巻いて逃げちゃうような恐ろしいモンスターとだって何回も戦ってるんだから。本当よ。疑ってるわね。困ったな。どうしたら信じてもらえるかしら。そうだ、とにかく体験版のゲームを始めてみてよ。そうしたらきっとわかると思うわ。私の名前はスー。ジャスティン家の隣に住んでて、いつもジャスティンの面倒を見てあげてるの。だってジャスティンたら、私がついててあげないとすぐ無茶なことするんだもん。ポンポンポン。あ、ごめんごめん、プーイのことすっかり忘れてた。この子はプーイ。ジャスティンのお父さんが旅先から連れて帰ってきたんだけど、いつも私がご飯をあげてたから、ジャスティンより私に懐いちゃってね。プーイの世話とジャスティンの世話をしなくちゃいけないからもう大変。そんな私の大活躍は体験版のゲームで見られるんだ。楽しみにしててね。どう？私たちの自己紹介楽しかった？でももっともっと私のこと知りたいんでしょう。ちゃんと顔に書いてあるわよ。また私を選んでくれたらもっと別のお話聞かせてあげるんだけどな。ね、ブーイ。プププププンプンプン。でもさ、よく考えてみるとジャスティンってほんと幸せ者よね。だって私とフィーナ二人のレディーに囲まれて冒険ができるんですもんね。そうでしょ。ふ、レディーって冒険するか。変なの。知りたいって？私の魅力に気づいたみたいね。でもね、あんまりしつこいのは考えものよ。だってレディに対して失礼でしょ。いい女には謎の部分があるものなの。だからこれ以上は秘密。
れてたの？いや、母さんにうちの店を宣伝してこいって言われてたんだけどさ。そういえば、ジャスティンのうちは食堂やってるのよね。そう、海猫亭リリって言うんだ。ファームの町の噴水広場にあるから、みんな必ず遊びに来てくれよ。ただ、今回の体験版ゲームじゃ無理なんだ。ごめんな。俺んちは父さんだけじゃなくってじいちゃんも、そのまたじいちゃんも冒険者だったんだ。俺は今までの誰よりもでっかい冒険をしてみせるぜ。それが俺の夢なんだ。私いろいろ冒険してるけど、プーイみたいな生き物は見たことないわね。一体何食べるのかしら。何でも食っちゃうんだよこいつ。前に線路のレールをかじって大騒ぎになってさ。プー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 。本当なのプーイ？でもあれはジャスティンがいけないのよ。プーイにご飯あげるのサボったから。だから私が世話するようになったの。冒険に出たらみんな代わりばんこでご飯を作るんだから、今のうちに練習しといてよね。任せとけって。俺んちは食堂やってんだから、それぐらい軽い軽い。いいか、見てろよ。ああ、野菜をこんなにしちゃって。ジャスティン、包丁なんか使ったことないくせに。ダメね、ジャスティン。私に包丁貸してみて。いい？包丁はこうやって使うの。うわ、すっごい。いいだってお料理上手なんだ。うまいもんだな。終わりかと思ったろ。甘い甘い。まだまだ続くんだぜ。